結構、職場とかで、自分の意見、まあ、相手の意見ですね、相手の意見を自分に対してめちゃめちゃ落ち着けてくる人っているじゃないですかこうするべきだとかこういうふうに考えるべきだとかえそういうふうに。 自分とは考えが違うのにそれを押し付けてくる人っていますよね。でこういう人とどういうふうに関わっていけばいいのかなっていうことが結構難しかったりすると思うし、で自分も結構そうやって嫌われてしまっている可能性もあったりするわけですよね。なので今回は自分の意見っていうものを押し付けてくる人の特徴と、そして相手にいる場合はその対処法っていうものをね、えー、説明していこうと思います。 このチャンネルではそういったコミュニケーションとか考え方、生き方とかそういった部分を主に解説しているチャンネルなのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますということで今回も内容に入っていきましょうまず自分の意見を押し付けてくる人の特徴として乗っかれるけど作れないっていうことが言えるんですね乗っかれるけど作れないこれどういうことかっていうと例えば空気は読めるんだけど空気を作れないとって言いますよね他にも 流行りを語れるんだけど、流行りは作れないとかね。かそういうふうな感じで、乗っかれるんだけど作れないっていう人が特徴的です。まあこれ、えー、どういったことなのかっていうと、結局中身がないってことですね。自分の中身がないから自分の意見を押し付けるんですよ。これ結構意外だと思うんですね。自分の意見を押し付けるとで自分の中に、 ちゃんとした考えがあって、それを押し付けてると思いがちなんですけど、実はそうじゃないんですよね。実はそうじゃなくて、答えを出すまでの式が分かっていなくて、でも答えはこれなんだって盲信してしまってる人なんですよ。だからそれを押し付けたいんですね。これなんだよって。押し付けたくなってるっていうだけなんですよ。自分の中に考えがない。だから相手を批判するということで、これどういうことかっていうと、まあ今言ったように中にまあ指気がないんですよね。答えの前に式がないからどうなるかっていうと、基本的に僕たちって自分の考えっていうものを形成する上で、自分の中 優先順位ととかかをを決めてててそこに対して、えー、ロジックとかを作っていくんですよねだから、それに沿った選択をどん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 していって自分の答えっていうのを出すわけです。例えば、自分は朝ヨーグルトしか食べないぞって決めたとします。じゃあこのヨーグルトしか食べないぞっていうものをテレビで言ってだからヨーグルトしか食べないんだって言っている人と、 自分の中でヨーグルトっていうのは全生菌を増やしてくれる効果があって、さらに夜と朝にヨーグルトを食べることで、まあなんか、一日の始まりが良くなったりとか、睡眠の質が上がったりとかってするし、そしてこのヨーグルトを朝から取っておくことによって、まあ便が出やすくなったりだとかっていう効果があるし、とかっていうふうに、自分の中でこう、選択がいっぱい出てくるんですよね。 で、自分は朝え結構便が出たら調子が良かったりだとかえ、夜にヨーグルトを食べて寝て、朝起きた,と朝起きたらすごく調子が良い,いから、自分はヨーグルトを食べるようにしているんだ、みたいな。ことで、こで、自分の中にちゃんとしたロジックがあって、よしヨーグルトを食べようってなる。 っていうことを自分の頭で考えられるとは導き出せるわけです。でも、テレビを見ただけの人っていうのは、その間がないんですよね。その間がテレビで言ってたからという答えしかない。で、指揮しかないから、答えがもう自分の中で固定化しちゃうんですよね。だから、この指揮をいじったら答えも変わるんだっていうことを理解していないから、この答えを盲信し,してしまうんですよ。そしてそれを相手にぶつけてしまうってうことになるんですね。だから、 自分の意見を押し付けるとっていうのは実は自分の意見ではないことが大半なんですよ。うん、だから深く聞いていくと、え、えっとね、みたいな感じでこう自分の意見の正当性っていうものを説明できないんですね。 だから、基本的に押し付けてくる人にそれなんでなんですかって聞いていくと最終的にはそれはみんながやってるからだとか、昔から上司がそういうふうにやってるからだとかっていう答えしか出てこないんですよ。大体いいそうですね。まあ、僕も以前会社勤めてた時に、えー、その疑問を持ったことを上司に聞いてたら最初そう言われたんで、大体こう押し付けてくる人っていうのはそういう人なんだっていうことです。自分の意見と思って喋ってるけど、相手は実は他人の意見を喋ってるだけです。 っていうことと、を覚えておくと、まあ、これだけでもかなりね意見を押し付けてくる人がいた時にあの自分の心の構えっていうのが変わってくるとは思うんですけどだから自分の意見を持っているとって押し付けないんですよ人に押し付けないです自分の意見を持っているとはこれなぜかっていうと自分の意見には必ず論理的なプロセスがあったりとか自分なりの解釈とかロジックがありますそれはまあ正語か関わらずですね正しいか誤っているかっていう問題ではなくて それ以外のところにね、えー、しっかりと、まあ、自分の、えー、解釈とかロジックっていうものがあるんですよね。その結果答えが出てるんですよ。だから、異なる意見に対して感じるのは、なんでこいつわからないんだよっていうことなんじゃないそんなことじゃないんですね。そうじゃなくて、この人との答えの差と式にはどういった関係性があるんだろうなって考えるんですよ。つまりどういうことかっていうと、自分の式の中では十が答えだったのに、 相手の式の中では8が答えになっているの。ってことは、式で違いがあったっていうことですよね。式の中に数字の違いであったりとか、えー、計算方法の違いがあったっていうことなんですよね。そこに興味を持つんですよ。自分の意見を持っている人っていうのは。え、どこでそうなったのってなるわけですね。なぜそうなったのって聞くんです。だから。でも、自分の中に式がない人っていうのは答えだけを申しにしてるから、その答え違うよ。俺の答えが合ってるんだよって言いたくなるんですよ。この違いがあるんですね。 だから、押し付ける人っていうのは、基本的には理由として、あの人がいてたとか、みんなが言ってるとか、昔からそう言われてるっていう、誰かの意見を盲信し,してる人なんですよ。だって自分の中に意識がないから。自分の中に意識がないから、押し付けてしまうんですね。だから、押し付けない人っていうのは、自分の考えを持ってる人っていうのは、自分の中に考えがあるから、相手の話を聞きたいんですよ。 相手はなんでそう答えたんだろうなんでその答えになったんだろうって聞きたい。でも、式がないとっていうのは、その話す内容がないし、自分の答えはこれだって、盲信してしまってるから、押し付けちゃうっていう、そういう違いがあるんですね。なので、相手と話し合うってことができないんですよ。もう押し付けるとと話し合えないんですね。だからどうしたらいいかっていうと、結局のところ、結局関わらないっていうのが大事なんですよね。極力関わらない。だからもう関わり方っていうものを探すよりも、 いかにして関わらないかっていうところを探していこうか、まず建設的です。こう、関わったって結局相手は自分の中に指揮がないから押し付けてくるだけなんで、だから、こう、バーって言ってこられても、あこの人は自分の意見じゃないんだなーっていうことをまず覚えておくと。で、そのためにも、しっかりそこに洗脳されないためにも。だから結局、相手から意見押し付けられてムカつくなーって思う時っていうのは自分の中にも意見がないことが多いんですね。でも自分の中にしっかりしたい意見があったら、 自分は自分なりのロジックがあるから別になびかないですよね。相手にそれ言われても、え、なぜなんですかって聞いて、相手が、いや、みんな言ってるからだとか言ったら、あ、そんな意見かっていうふうに流せるんですよね。だから、そういうふうに自分の頭の中で日々答えを出す癖っていうのをつけてください。これがすごく大切です。自分の頭の中で日々答えを出す。だから、自分の選択はなぜなのっていうところをしっかりと、えー、自分の中で考えていく。 だから日々僕たちは何気なく何かを選択してるんで、この何気ない選択っていうのはいかに自分の中でロジックを作っていくかっていうのがすごく大切なんですよね。だから、朝それをやってるのは何でなのとか、それを選んだのは何でなのとかっていう部分をしっかりと自分の頭の中で考えて、自分の頭の中で自分の意見っていうものを作り出せるようになっていくと、人から何か押し付けられた時でも平然として対応できるようになるので、えぜひね、あの、この、 自分の頭で日々答えを見つけ、えー、出す癖をつけるっていうのをね、意識してほしいなっていうふうに思います。なので、自分の意見を押し付けてくる人との対処法っていうのは、まず関わらない。極力関わらないにするっていうことと、自分の頭の中で日々答えを見つけ出す癖をつけるっていうことね。まあ、この2点意識してもらえたらなというふうに思います。でこういうふうに、ま、自分の頭で考えられる人っていうのは、他人の頭の中も理解しようとできるっていう特徴があるんですね。だから、自分の頭で考えられるとこのコミュニケーションがすごくうまくいきます。 でも逆に感情的で自分第一になってくるとどうしても他者を責めたりとか傷つけたりとか身がってな行動を取ったりしちゃうんですよね。だからしっかりと自分の中に軸を作っていくっていうのはめちゃめちゃ大事なんですよ。それがないから他者を傷つけてしまったりとか人になんか心のないセリフを言ってしまったりとかってしてどん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 孤立していく人っていうのが多くなってしまうわけなんですよね。僕はそうじゃなくて自分のこともちゃんと理解してそして他者のことも理解して っっっっててててていいいいうう人が増えほしいなっていうふうに思ってるんですよねだから自分が相手を理解しようっていう前に、まず自分のことを理解して、自分のことを理解して、自分のことをちゃんと分かってからこそ、あ、相手もこういうことだったんだなっていうことが分かってくるじゃないですか。かそういうふうに分かっていくと、絶対そんな人、まだ相手のことを理解できる、自分のことも理解できるっていう人周りには人が集まってくるんですよ。で、同じように自分のことを理解してくれたりとか、 自分のことを認めてくれるとか、どん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 集まってくるから、絶対に楽しい人生になるし、えー、もうすごい賑やかなね、毎日になると僕は思うんですよね。だから、僕は絶対にそういうふうに、自分のことを理解してるし、他人のことも理解できる人と関わっていきたいし、逆に自分の意見を落ち着けてくれる人とやっぱ関わりたくないなって思うんですよね。だから、僕はそうやって相手をどんどん理解して、自分のことも理解して、えー、まあ相互依存の関係っていうのを作っていけるような、 えー、和っていうものをみんなで作っていきたいなっていうふうに思ってます。で、まあずっとね、あのメールコミュニティっていうところでこういうふうに考えていこうよとか、えー、こういうふうに相手のことを理解していこうよとかっていう、この自分だけが良ければいいっていうのじゃなくてこう、みんなで和して仲良くしていける、みんなで和して幸せになっていけるような空間っていうのを作っていきたいなっていうふうに思ってます。 ねまあそういう理由でね、まあ僕メールコミュニティやってるので、まあ、ぜひ概要欄にあるね、メールコミュニティ参加っていう URL、まあこのプレゼントを受け取りっていうところの URL も同じなので、そちらからメールコミュニティ参加してもらえたらなというふうに思いますし、そちらでもね、結構返信とかしてきていただいたら、みんなにシェアしたりとかね、あこういう意見持ってると思いましたよ、みたいな感じでね、みんなで楽しくやっていきたいなというふうに思っているので、ぜひ概要欄から参加してみてください。で、まこんな感じで動画もアップしていってるんで、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。